んどうもこんにちはランタンタです小室くん君少しし反省したのまあそんな声がネットで上がってるんだけども昨日フジテレビのあの直撃取材でねあの小室くんの変貌ぶり、まあ、ワイルドぶりねみんな驚いたと思うんだけども俺もびっくりしたもん,なんか急にポニーテールになっちゃってさ何あの目目つき。 なんかもうん、動画撮ってんじゃねえやみたいな穴、綺麗だような感じでさ、もう日本のあの、塩らしかった小室くんじゃないと、どうしたんだ小室と、まあ日本中がびっくりしたんだけども、あれを受けてね、まあ各社がね、まあ一斉に今のあの、小室んげあの小室んげの姿を一目撮ろうとね、まあ加熱した取材がまああるんだけども、そんな中ね、TBS さんが、まあマスクしてないね、小室んげをまあ、今回ね、撮ったんだけども、その小室んげがね、なんか随分塩らしいと、フジテレビの時とね、なんか全然変わってね、ちょっと、 口元がこう笑みを浮かべてるような感じで、まあ無視はしてるんだけども、最後にはね、しごらしく一礼すると。記者に対して、あ、どうも、みたいな感じで、一礼して、まあ帰って小室っていうのが取られたんだけども、まあこれを見てね、まあ一部の、まあネットの人はね、まあ反省したのか、みたいなことを言ってるんだけども、いや俺反省じゃねえだろと。あれは演技だと。ね、だからもう少なからずね、日本ですごい悲願、悲願が殺到したわけですよ。だからそれを受けてね、眞子様とかね、まあ宮内庁とかよくわからないけども、周りの人間が、いや、小室と, K と、京と いや、あれはまずいよと。かなり批判を受けてるよと。無視はまずいみたいな感じで、少しね、余裕を見せるような感じで、ああいう風に演じたんじゃないかと。で、急にね、あの、日本にいた時みたいにさ、ペコペコし始めてね、あ、報道の方ですかご苦労様ですみたいな、急にやったらさ、お前多重人格かと。お前つい2、3時間前のあの、ワイルド小物と随分変わっちゃったじゃねえか。同じ日だぞってなるんで、少しね、 ちょっと余裕を見せて、まあちょっと無視はね、さっき無視しちゃったから同じように無視しなきゃいけないから無視はするんだけども、まあちょっと印象良くなるようにこう演じてるように見えるわけよ。だから、まあだん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 費用ごとにだんだん日本の時にいた小森く君にこうなんとなく戻ってくるこう段階を踏んでるようなまあ感じがするわけよ。だから一番初めのフジテレビの取材の時の小森く君が本来の小森く君でだんだんこう演じてきてるみたいな感じが俺はするのね。で、だからね、これを考えると会計の時にはおそらくさっぱり部屋になってんじゃないかなと。 うん、髪をさっぱりして、あの、いいイメージでね、なんとかしようとするんじゃないかなって僕はね、なんとなく予想立ててます。で、こんな感じでね、まあ、小室くんの動画最近よく上げてるんだけども、この,の上げてるとね、まあ、お前関係ないだろと。 まあそれとかね、お前関係ないのに何ガタガタ言ってんだとかさ、まああとね、まあ親の問題と子供の問題は切り離して考えるよと、もう人権侵害だぞとか、まあそういうことをね、まあおっしゃる方いらっしゃると思います。お気持ちもすごくよくわかるんだけども、そういう方たちに向けてね、まあ僕はちょっと伝えたいわけですよ。まあこれはね、日本人にとって大変な問題ですよと。だから僕はこうやって毎日ね、まあ動画であげてるんだけども、これさ、400万円問題ね、そうおっしゃる通り親の問題かもしれない。だけどね、 俺もそうだし、これ動画見てる方、まあ、多くの方がね、いや、お前ね、親の問題とはいえ、その400万円で助けてもらっただろうと。実際、あなたがね、今問題になっている学生時代、ね、留学するのに見せ金として使った200万円は、その元婚約者の方が振り込んでくれたお金でしょと。それ以外にあなた、さまざま生活で助けてもらってるでしょ。ね、これ入学金はね、俺がお金で貯めたものですとかって言うけど、お金に色はつけられないんだから、そのね、小室家に入った400万円は、少なからずあなたの学費に、 回ってるでしょと。あなたそのおかげでマコ様と出会えて、ね、こういう風な会見に臨めたんでしょと。そうなればね、この400万円、ね、ね、贈与なのか、貸してもらったものか、それなのかわからないけども、返してくれと言われれば、ありがとうございましたと、あの時はお世話になりましたと。ようやくあなたのおかげでね、マコ様とこういう関係になってね、もう働いてちゃんと返しますと。今はすぐ返せないけど、働いて返しますの。一言がなぜ言えないんだと。まあ、これがね、 親の問題って切り離すなんてそういう問題じゃないだろうと。まあ、そういう気持ちに僕はさせられてるし、まあ、多くの方がそうなってるんのと思うのね。そしてこ、かよさんにも様々な問題出てます。これはね、百歩譲って、まあ、そういうかよさんがね、皇室と関係持つことに僕は疑問はあるけども、百歩譲って、当人のことじゃないから、関係ないだろうと言われればそこは折れてもいいけども、小室系自身についても様々なことがあるわけ。まあ、いじめ問題もそうだけども、それ以外に今、まさに起こっている今回のね、 フォーダム大学のこともしっかり、まあ、かつこの留学のことに関してももうみんな疑問に思ってるわけよ。ね ?3 年ね、結婚延期になりましたと。で、なんで留学行くんだと。しかもね、アメリカのロースクールに3年通うっていうさ、400万円の借金も返せないような男がなんでそんなことするんだと。しかもこれも不可解なことが多すぎると。いったコースが LLM? 本来法学部卒業してたりね、弁護士か資格を持ってる人が通うような学部になぜ通うのか。しかもそこで、まあ、 奨学金だっけあれのすごい高額な返さなくていい返済不要の奨学金難問の奨学金を取っているとしかもその取り方に、ね、マコのフェアンセであることを最大限利用者と取っていて大学のホームページもそういうのが載っているとお前それ皇室パワー使ってね取ってねえかとそしてなんで JD コースじゃなくて LLM コース行くんだとそれにもそうやってマーティン奨学金を狙って取った上にしかもね ま、JD の入学試験が難しいから LM、MM、m からの編入を狙ったんじゃないかとか、ま、いろいろ言われてるわけ。それぐらいよくわかんない行動をとってるわけだよね。小室くんのやってることっていうのはさ。ね。しかもこのね、留学の費用、お金、これなんで奥の法律事務所が出してんのと。しかもこれ初め給与だったって言うじゃない。それがね、いろんな批判で太陽に変わったって言うけども、これもう、なぜ一回のね、パラリーガルに人にね、出すんだと。 もうありえないよね。僕ちょっとアメリカにって、何弁護士になりたいです。じゃあ分かってきなさい。それで終わりなのに、なんでその分のね、じゃあお金出すよ、給与で出すよ。あ、給与、批判受けた。じゃあ、貸すよ、と。そんなとこあると。もう明らかに皇室のな、忖度あるでしょ、と。ねもうこういうな、ね、疑問がもう、吹き上がって、吹き上がってきてるわけ。だから俺言いたいわけよ。この3年ね、もう婚約、400万円問題でね、婚約が、結婚が延期になりました、と。 ね、その時あなたがしなきゃ,っしなきゃいけないことは、大学に行くことではなくて、この400万円問題をね、しっかり解決して、真子様のために、ね、国民の理解を、ね、得て得るような行動をとって、信頼を回復して、祝福されるような状況を作るのがあなたのやるく目だったのに、あなたそのた、そのことをね、ほっぽらかしにしてね、自分のキャリアアップのためにアメリカに向かってると。これがね、お前、真子様とか皇室うう利用してねえかと、自分のキャリアアップのためにと。 しかもそれには税金も使われていると。ここにみんな腹立ってるわけですよ。ね、だからね、まあ、許せないわけであってね。だから俺本当にね、お前、まこさまの幸せを願ってんのかと。ま、あ憤通りを感じてるわけですよ。だからね、僕のこういう動画を上げてるとね、まあ、その少ない、少なくない人がね、まあ、そういうコメント来るわけですよ。お前関係ないだろとかね、うん、親の問題とか言うけども、そうじゃないよと。この問題は、我々日本人にとってとても大きな問題だし、今ね、話さなきゃいけない話だと思うから、 タイムリーだし、まさに今ね、あの小室が3年2ヶ月ぶりに日本に帰ってきると、この時にやっぱこの動画上げていかないといけないんじゃないかなと思って僕はね、まあ毎日このね、小室問題について話しているわけですよ。まあね、またなんか動きあったらね、動画で話していきたいと思いますんで、えっ、ー、とまあ応援してもいいよっていう方いらっしゃいましたらね、えー、チャンネル登録、もしくはグッドボタン、あと公式 LINE の登録等してもらえると嬉しいです。まあこれ以外にもね、まあ日々ね、時事ニュース他の音のとも上げていきますんで、よかったらね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではね、また違う動画で会いましょう。バイバイ。